はい、どうも、花本成です。この動画でアルゼンチン共和国杯、こちらのデータ分析を行っていきたいと思っております。ハンデ戦のね、この2500メートルというかなり特殊な条件、まずはね、データの方から取り掛かっていきたいと、そんな風に思っております。では最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、まずは一番人気馬のデータです。こちらをご覧ください。まあ、馬券内率でいうと 50%、高くもなく低くもなく、どっちかというと低いですかね、これ見る限り。やっぱ5回の馬券圏外というのはね、結構その波乱の要素という部分をかなり含んでおりますので、一番人気馬に関してはね、ちょっとどうなんだろうという、そんなデータが伺いました。続いて他の人気馬、そこを見ていくんですけれども、2番人気から3番人気、まあ、1番人気以外のね、人気馬に押されたゾーンなんですが、こちらが7勝を挙げておりました。まあ、1番人気馬と合わせて合計9勝というところでして、勝ち馬のゾーン、こちらに関して言うとね、ある程度人気で絞った方がいいような、そんなデータが伺えます。で、中でも3番人気、こちらが素晴らしいんですよね。馬券内勢とも 90% みたいな、そんなような数字を叩き出しておりまして、このゾーンに入ることによってね、好走率が かなり跳ね上がっているような、そんな印象が伺いました。ただそれ以外だとね、連帯馬、こちらの方にも広げていきたいんですけれども、連帯馬に関して言うとね、7番人気以内、こちらに該当した馬が全て入っているというような、そんな状況ですね。なので、過去10年のデータだけで言ってしまうと、勝ち馬に関しては1番人気から3番人気。で、連帯馬に関しては7番人気以内。もうここがね、確定しちゃったような、そんなようなデータなんですね。もちろんデータがね、全てではないんですけれども、そういった傾向にあるレースであることを、こちらにおいてはね、頭に入れておいてもいいのではないでしょうか。はい、続いてはローテーションです。こちらをご覧ください。今回はね、前走のクラス別、こちらに分けてみました。前走が3勝クラス、オープン特別3、G3、G2、G1、そんな感じになるんですけれども、最も馬券内率、こちらが高いのが前走 G1 組です。馬券内率でいうと 35.7% ということでね、まあ、まずまずでね、そんな数値を叩き出しておりました。その次なんですけれども、ちょっと意外というかね、前走3勝クラス組、こちらの成績が、2、3、3、17、馬券内率 32%、まあ、3割超えというところでね、そこまで悲観するような数字ではないのかなと、僕はそんな風に思っております。今年のそれぞれの該当馬なんですけれども、前走 G1 組、こちらがオーソリティ、この馬が該当をいたしました。去年のこのレースの勝ち馬でもありますし、まあ、そこからね、当然金量に関しては増えてしまうということになるんですけれども、まあ、コース適正であったりとかね、そういった部分においては、プラス材料と捉えていいのではないでしょうか。3勝クラス、こちらから望む馬というのが3頭おりまして、アンティシペイト、と、コトブキテティス、フライライクバード、この3頭がね、該当する形となりました。この中で言うと、アンティシペイトであったりとか、コトブキテティス、こちらに関しては東京でのね、構想歴もあるような馬となっております。で、フライライクバードはね、後にこれ言うんですけれども、血統とかはね、結構いいような、そんなところもありますので、今年のね、この2つのローテーションに該当する馬たちに関しては評価を上げておいてもいいと、そんな風に考えております。で、一方でちょっとね、マイナスのローテーション、こちらの方もご紹介をさせてください。ですね、前走単調ステークス、札幌の芝生 2600m、長距離で行われるんですけれども、こちらから臨んだ馬というのが、01021とね、1頭も勝っていないプラス、かなり馬券圏外が目立つ、そんな状況となっておりました。唯一馬券圏内に入った馬がいたんですけれども、これが体勢トレールという馬ですね。この馬に関して言うと、その年の春に、東京での好走歴がありました。まあ、一つのね、バックボーンの裏付けとしてはあったんですけれども、いわゆるね、その札幌に 2600m、そういったローカルの長丁場を得意とする、ちょっとね、好走の条件が偏るような、そんな馬たちとことって、この中央場所というのがね、かなりいい鬼門となっているような印象が伺いました。今年の単調ステークス組なんですけれども、まあ、ボスジラであったりとかね、ゴーストとか、そのあたりが該当をいたしました。うん、そうですね。ボスジラーに関して言うと、ちょっとね、重傷でなかなか勝ちきれないとか、そういったところもあるんですけれども、まあ、今回ね、ローテーションという項目、ここにおいては少しマイナスというね、そう言わざるを得ないのかもしれません。はい、続いては血統です。こちらをご覧ください。まあ、芝長距離重傷というね、そんなところでもありますので、基本的にはサンデーサイレンス、この血を持つことが大前提となります。で、中でもですね、ハーツクライ、こちらの3区が3勝を挙げておりまして、サンデーサイレンス系に中のおける、ステイヤー的なね、そんな予想になるような、そんな形となりました。で、今年の該当馬なんですけれども、アドマイアルバとゴーストですね、この2頭が該当をいたしました。そうです。まあ、アドマイアルバに関して言うと、春にこの東京 2500m で目黒記念で3着、そういったこの条件でのね、適正でもありますので、血統という項目、こちらに関して言うと評価を上げてもいいような、そんな形となりました。で、今回ちょっと母の地、こちらの方にも目を向けてみたいんですね。母の地に目を向けてみますと、例えば去年の勝ち馬オソリティなどが該当していたんですが、シンボリックリセスだったりとか、谷のギムレット、あとブライアンズタイムですかね。それこそ昔成田ブライアンなんていう、そんなこともあったんですけれども、いわゆるロベルト系。
これに該当する馬がね、すごくこのレースと相性がいいんですね。でまあ、この舞台の特徴といたしまして、坂を2回越える、そんなコース形態というふうになっております。やっぱそこで、なかなかね、スタミナがかなり問われるような、そんな一戦となっておりますので、母の地位ね、ロベルトという結構パワー型というかね、そういったスタミナに秀でたような脂肪が入ることによって、こう補強をされて、このレースでの構想につながっている、僕はそんなふうにね、捉えたいんですね。で、今年の出走馬の中で、母の地位がロベルト、こちらに該当する馬なんですが、まあ、去年の勝ち馬オーソリティと、フライライクバード、この2頭が母地位ロベルト系、こちらに該当いたしました。結構その補強をされたというね、そんな感じもありますし、オーソリティ自身もそうでしたし、それこそフライライクバードもね、父親が結構重賞とかでも活躍するような、そんな長距離の引いてたね、そんな脂肪馬でもあります。そういった血統面というところで言うとね、この2頭に関しても評価を上げてもいいような、そんな印象が伺いました。はい、続いては年齢ですね。こちらをご覧ください。まずここで、挙げておきたいのが3歳馬ですね。3歳馬の成績が、まあ、母数はね、決して多くはないんですけれども、2020馬券内率 100%、去年は3歳馬オーソリティが勝ちましたし、4年前ぐらいですかね、スワブリチャードもこのレースを勝っておりました。で、今年の3歳馬なんですけれども、僕主だからね、日曜にツイッターでもつぶやいたんですけれども、今年の3歳馬とんでもなくレベル高いです。重賞での馬券内がね、もう6月から10月で、40% 超えちゃってるみたいな、50% に近いみたいな、そんな圧倒的に強い世代ですので、出ていればかなり評価を上げたかったんですが、なんと出てないんですよね。なんか1頭ぐらい出てくんねえかなと、正直思ったところもあったんですが、まあ仕方ないというね、そんなところになりました。で、その代わりと言ってはなんですけれども、浮上するのが4歳馬ですね。4歳馬の成績で言うと、過去5勝を上げているようにね、このレースと非常に相性がいいような、そんな年齢の区分となっておりました。4歳馬ね、1年だけちょっと出走しなかった年もあったんですけれども、該当馬、4歳馬が出走した過去が 9回あったんですけれども、9回のうちの8回が馬券圏内に入っておりました。やっぱそれも含めてもね、この4歳馬×アルゼンチン共和国会、そんな相性が伺えたような、そんなデータとなりました。で、今年の4歳馬なんですけれども、アイアンバローズ、オーソリティ、あとディアマンミドルとかね、結構7頭ぐらいいるんですかね。まあ、結構エントリーをするような、そんな形となりました。そうです。まあ、去年は3歳馬のオーソリティが勝って、今年は4歳というね、そこのデータも加えちゃったみたいな、そんな感じになるんですけれども、まあ、年齢とかではね、結構4歳馬というところに関しては注目してもいいのかもしれません。はい、続いて騎手ですね。こちらをご覧ください。これもうパッと見てすげえなっていう感じなんですけれども、戸崎啓太ジョッキーがね、1-3-1-1とね、非常に構想が高いような、構想率が高いような、そんなデータが出ております。この中で特筆すべきことなんですけれども、この中でね、1、2番人気の騎乗が1回もないですね。それこそ7番人気1着であったりですとか、そういった人気優先の構想も多い、本当なんか戸崎啓太ジョッキー×東京 2500m、そんな相性が伺えるようなデータとなりました。で、それ以外のところでもね、母数は3つしかないんですけれども、例えばその3回騎乗したうちに2回馬券圏内に入っているのが、ルメールジョッキーとデムルジョッキー、そんなような形となりました。まあ、外国人ジョッキープラス、地方出身ジョッキーみたいな、そんな形となったんですけれども、この3人においてはね、ジョッキーの項目で注目してもいい、そんな形となりました。で、今年の該当馬なんですけれども、戸崎啓太ジョッキーが、レクセランス。で、ルメールジョッキーがオーソリティ、デムールジョッキーがマイネル・ウィルトス。今のところですけどね、この3頭に騎乗予定が決まっております。ここもね、やっぱジョッキーの部分というところになるんですけれども、データとしてね、注目すべきところとなっておりました。はい、続いては枠順です。こちらをご覧ください。まあ、そんなに偏りはないですかね。内枠も来ることもあるんですけれども、去年は外枠が勝っておりましたし、まあ、中枠とかがね、割といいのかなというふうに思うんですけれども、まあ、C で言えばですね、真ん中からやや外目みたいな、そんなところの馬が勝ち切るような、そんなケースが多いような印象が伺いました。はい、続いては客室です。こちらをご覧ください。先行から中段、まあね、いわゆる後位のポジションですよね。それぐらいを取った馬が10勝を挙げておりました。ここに関してはちょっと逃げ馬がかなり悲惨なことになっておりまして、まあ成績で言うと0-0-0-10-1頭も馬券圏内がありません。やっぱこの条件ってね、ちょっと繰り返しになるんですけれども、非常にスタミナが問われます。なのでね、そういったところにおいて逃げ切るとか、逃げて、馬券圏内残る、これはかなり困難なね、そんな印象がこのデータから伺えます。で、逃げ馬とは正反対にですね、上がり3波の最速馬、いわゆる切れる足を使える馬なんですが、こちらの成績が3-4-3-1馬券内率 90% 超え、非常に優秀な成績を残しております。それこそですね、他の競馬場では届かないような、他のコースでは届かないような、そんな差し馬、この条件だと届くみたいな、
そんなことも多々ありますので、まあ基本的にはですけれどもね、切れる馬を狙うというような、そんな作戦が成り立つのではないでしょうか。で、今年の上がり3ハロー最速馬、前走の上がり3ハロー最速馬なんですが、まあ、何度かね、いるんですけれども、例えばアンティシペートであったりとか、コトブキテティスとかフライライクバード、このあたりが該当いたしました。そうです。まあ、この中だとやっぱ東京の実績がね、ある馬で言いますと、まあ、アンティシペートだったりとか、コトブキテティスとか、そのあたりがね、浮上するような形となりました。はい、じゃあ最後ですね、今回出走する馬の 80% データ、まずこちらをご紹介いたします。これがですね、コトブキテティス、この馬に該当するんですけれども、前走が11頭立て以上かつ、3勝クラスの東京芝 2400m 勝ち馬、この2つがね合致した場合においては、1211馬券内図 80% というデータを叩き出しました。まあ、このレースね、非常に前走東京24組、こちらと相性がいいんですけれども、その中にあってもね、多頭数をこなしていた。ここがかなり重要なのかなと僕は思っているんですね。まあ、アルゼンチン競馬界、基本的には多頭数になります。そういった条件において、前走が小頭数ではなくて、ある程度の頭数で、その状態で勝ち切ること、これがね、このレースでの構想を裏付けるような、そんな印象となっております。で、まあ、このコトブキテティス、この馬自身においても、秋の東京芝、この条件に限定いたしますと、2110馬券内図 100% みたいな、そんなね、いわゆるこの馬個人としてのデータもありました。今回やっぱ昇級初戦というところもありますので、ちょっと人気のモテかなと思うんですけれども、あくまでデータというところにおいてはね、結構強調できるような、そんな一頭だと考えております。はい、続いて勝率 0%、こんな感じでお伝えしたいと思っております。これがですね、ボスジラであったりとかサトンソルタス、そんな馬に該当するんですが、ディープインパクト3区、これに該当する馬が、01014勝率 0%、 そんな数字を叩き出してしまいました。でもやっぱディープインパクトってね、芝重賞であればどこでも狙いたいみたいな、そんなような芝場でもあるんですが、ことこのアルゼンチン共和会、ここにおいてはちょっとね、なかなか相性がよろしくないというね、そんなデータが出てしまっておりました。例えば過去ですと、1番人気のモンドインテロですとか、4番人気のね、アイスバブル。このまあね、春に目黒記念で構想していたんですが、秋のアルゼンチン共和国杯ではなかなか構想までたどり着けなかった。そんなこともありましたので、いわゆるディープインパクト作品にとって、ね、ちょっと鬼門と言えるようなそんなデータ、こちらに、ね、該当してしまったようなそんな形となりました。はい、以上でアルゼンチン共和国杯のデータ分析は終了となります。やっぱこのレースに関して言うと、いかに切れる馬を探すかどうか、上がり3波の最速の数字がね、それを物語っているのかなと、そんな風に思っております。この動画何か参考になればチャンネル登録などぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。